そして隣のそばかすくん、君は音程は合ってるけど時々気持ちがお留守になる。斜め前の女の子の横顔に見とれてるからかしら。斜め前ってハイパラじゃねえかよ。で、その彼女、歌は上手だけどもっと子供らしく歌いなさい。私、子供じゃないから。はいはい。